殿、証券連合から魔物討伐の依頼が届いた。共に兵を率いてもらいたい。よろしく頼む。敵部隊発見。見事な働きだった。騎士殿との武勲誇りとせよ。哀れな。勝利の傷を身に刻んでも心の虚しさは変わらんな。討伐成功。騎士殿、今回も素晴らしいご手腕だった。感服の至りだ。これで明日の食事もなんとかなるな。索敵状態に移行せよ。何か掴んだような気がする。強さが。背中、時間をくれ。勝ち時をあげろ。我々の勝利だ。あれはまったく、ジーヤはうるさいな。騎士殿を見習ってほしいものだ。心の成長は目に見えないから難しいな。騎士殿の言葉は心に響くな。まだまだ知らないことばかりだな。たまにはあなたの話も聞かせてくれないか。界索敵状態に移行せよ。見事な働きだった。騎士殿との武勲誇りとせよ。やーやー全軍集結。何か掴んだような気がする。強ふむ、枯れないバラの姫君は今日も麗しいな。男爵殿もご機嫌麗しゅうございます。この度は我がユーダリア紙幣団にご依頼をいただき。何、堅苦しい挨拶はよい。尊き純血でなくとも一度は貴族として名を連ねた仲ではないか。過分のご診療、痛み入ります。偉そうに。おいじいさん、あの豚野郎刻んで叩きにしてやろうぜ。落ち着きなされい。腐っても依頼主ぞ。モノマリア様がなぜあのように我慢をされているのかを考えよ。すべては我らのために。しかしそのように美しくあらば剣など持たずとももっと違った生き方もできるだろうに。ほれ、もっと地高に。お嬢様に何を。キャツラめ、今すぐ腹渡をかっさばいて蝶攻めにしてくれるわ。騎士様、なぜGめに刃を向けるのですか。冷静になれと。Gやこそ落ち着けということだ。どうした、腹でも空いているのか。お嬢様、お嬢様はよせと言っているだろう。空腹ならば私の糧食を取るといい。じめは悔しゅうございます。あのように好き勝手に言われ。何も恥じることはない。長地に落ちようと誇りは汚せぬ。それに貧しいからこそ得られる精神もある。生きるための知恵は世界への礼節だ。モノマリア様、なんとご立派な。そのお姿、先代にもお見せしたかった。例えばひもじい時、地層をイメージしながら水を腹いっぱい飲めば素晴らしい満腹感が得られよう。このような型パンでも普段の10倍の時間で噛んでいれば全く味が変わる。味の向こう側に行けるのだ。全言撤回でございます。はあ、仙台にはとてもお見せできぬ。騎士殿、礼を言わせてくれ。ジーヤを止めてくださっただろう。年も手伝い怒りやすいからな。何って？ああ、これは強く握りしめたせいで傷つけてしまったようだ。確かに私は甘い。次は手が砕けるぐらいに頑張ってみよう。まったく、あなたは目ざといな。虚勢も張らせてくれないか。ありがとう。剣は持てる。よし、今回の任務を伝える。男爵殿の非退席までの護衛だ。道中は野党や魔物が多いが恐れるな。貴様らにはこのモノマリア、そして騎士殿の加護がある。さあ、この任が終われば祝杯だ。総員、警戒索敵状態に移行せよ。守るべきもの、私の守るべきもの。守るべきもの。シドモ、これはあなたの成果だ。指示を伝える。上出来だ。よくやったシドモ、これはあなたの成果だ。これで家賃が払える。見せる。やはっ、私の守るべきもの。これはあなたの成果だ。任務完了。周辺状況の確認後帰還する。みんなよく働いた。遺跡内の調査が終わるまでここで待機だ。ねぎらいの言葉と糧食をいただきましたぞ。さあ剣を下ろせ。おお、食事とはありがとう。肉、パンに肉が挟まっている。しかも2枚だ。肉が2枚も入っているぞ。なんて贅沢な夕食なんだ。ああ、モノマリア様、またそのような。ほれ、ジーメの分もお食べなされ。しかし何の依頼かと蓋を開けてみれば、機体石の調査とは。あの小ずるい豚男爵が我々に護衛を頼んだのもうなずけますな。ジーヤ、口が過ぎるぞ。はっ、じいじいが豚を豚と呼んで何が悪いものですか。騎士様、お聞きくだされ。この遺跡は華麗なるユーダリア家の始まりの場所。代々遺跡調査に携われていたモノマリア様のご両親が世紀の発見をされた場所なのです。決してあの豚めが簡単に足を踏み入れてよい場所ではない。ユーダリやシーシャクの進む道、咲かないはずのバラ一つ、枯れないバラ、枯れないバラ。今でも町の子供のわらべ歌だ。そう、季節外れの一本のバラがこの遺跡に眠っていた古代遺物ってわけよ。おとぎ話のようだが、これは事実だ。そのバラは土を与えず水を与えず火にくべようとも決して枯れなかったとか。その神秘の発見によりユーダリア家は爵位を廃した。我が紋章が枯れないバラと称されるのはそのせいだ。驚かれたか？そのバラ？残念ながら何も残っていないのだ。全ては私の不徳のせい。花弁一つでもあれば少しは騎士殿のお役に立てただろうに。すまない。ああ、騎士様、姫様は何にも悪くねえんだ。悪いのは全部あの女ギツネだ。よせ。騎士殿の前でその話は。モノマリア様、まだ話されていなかったのですか？今はまだその時では。実はお伝えするのを迷っていたことが、全てはじじいの行き過ぎた用心、お許しくだされ。なんだやぶから棒に。聞かせてくれ。クリプタレナ公爵夫人から依頼の書状が届いております。しかしあの女狐のこと、謀略あってのことに違いませぬ。どうかお気をつけよう。対象を監視しつつ戦闘に備えよ。騎士殿は一体おいくつなのだ？あなた、そうか、あの草も食べられるのか。共同いただけるのか、ありがたい。最近雑草を見ると腹が鳴るんだ。いけない兆候だ。騎士様、お休みのところ申し訳ございません。Gでございます。はい、またです。何度言っても聞き入れてくださいませ。話してしまった G が悪いのです。久しく見ていなかった楽しそうなお嬢様を見て、ありもしない不安に駆られ、騎士様、あなた様のお言葉でないとあの方は止められません。どうかお嬢様をお願いいたします。未熟な己に鞭を打っていた。そうだ、ちょうどいい。少々お手合わせを願えないか。さあ、このバールのようなもので私をめちゃくちゃに。騎士殿に問いたい。血ヘドを吐くほどの悲願に手が届くとして、全てを失う代わりにそれが果たせるならどうする。全てとは全てだ。地位も名誉も誇りも、そして仲間も。照れるな。そうか、あなたの言葉は力強いな。いくら反省しても足りぬと叫び、自己満足という傷を得ようとする己のなんと醜いことか。私にも騎士殿のような意志があれば。ああ、もう休もう。明日も連合からの依頼をこなさねば。男爵からの支払いが滞っているからな。あの騎士殿。いいえ、何でも。おやすみなさい。マリアにあなたたちのような勇気を。何か掴んだような気がする。強さの本当の意味を。勝利の傷を身に刻んでも心の虚しさは変わらんな。化を頼む。守るべきもの。何か掴んだような気がする。強さの本当の意味を。これは機械兵？ゴロツキどもがかように高価なものをなぜ。しかも貴族連合の印があるではないか。